アントニオ恋の木の朝から十字固め。はい、元気ですか。ですね、昨日アントニオ猪木さんのお別れ会行ってきたんですけども、なんかワイドショーとかでなんかテレビに出てたよっていうのを何人かに言われたんですけども、ワイドショー出る時の聞いてないから、こういう時って一回も見たことない自分の映像をね、見たことないアントニオ恋の木と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、最近、健康診断に行ったら身長が1センチ伸びてた、役者として活動しております。すごい成長期。ごめん、かぶった。成長期、成長期。はい、最近出演してた舞台が終わりまして、ちょっとロスってるアズマンこと東ゆかです。いいね、シンプルでいいね。これ舞台ってさ、はい、やってる最中、本番前とかもう神経ピリピリしてストレス溜まってて、はい、もう舞台とかもういいみたいな思うんだけど終わるとなんで次やりたいっていう、この、そうですね、ね、あるよね、浮き沈みがすごいですね。そうだからやめられないっていうね、とこですよね。はい、はい、そんなこんなのは我々ですけども、この3人でお届けしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ということで、ですね、新型コロナウイルス、もうだいぶ今も、はい、落ち着いてきましたけども、はい、引き続き、はい、お願いいたします。はい、私たちマスクをしていないんですけれども、はい、コロナ対策を万全に行っております。はい、演者スタッフの検温を行っております。換気を50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしています。除菌機器を導入しております。こちらトレールフレッシュですね。なお、鳥越アズール FM のスタジオには窓がございます。緊急車両のサイレンや、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるかとは思いますが、こちらご了承ください。はい、まあ本当にコロナも大変ですけども、かかるとね、はい、インフルエンザもありますけども、そうですね、もうこっからやってくる、もう始まってるかもしれない、はい、花粉症どうですか、大丈夫ですか。いやあっ、ちょっといや苦手そうな、はい、私がちょっと先週、はい、本当に先週の水曜日ぐらいからもう一気に来始めて、はい、もう昨日今日と鼻水ダラダラで、大丈夫、今もう今はなんか涙が出るかのように止まんないからね、あれツーンってあの垂れてくるあの嫌な感じね。はい、リホは大丈夫。自分は、まあ、軽度、本当に軽度、まあ、鼻がムズムズするなとか、ちょっとくしゃみが連発するなぐらいなんで。噂されてんじゃないの。あ、噂そっちの方ですかね。うん、噂悪い噂だったらいいんですけどね。でね、恋の木はもう本当ね、16だから、な、何年だろう、もう30年以上はいの花粉症歴なんですけど、はい、このコロナの、コロナ禍になってマスク着用になってから、うん、花粉症が楽なんですよ。だマスクの効果ってこんなにあるんだっていうぐらい、ここ近年3年ぐらいは楽な春ですね。ただね、秋花粉を感じるようになってきて、よくわかんない体質になってきて、はい、もうちょっと本当花粉症1年嫌だなっていうような思いですけどね、はい、まあちょっと目かゆいかなぐらいで進んでます、ここ近年。はい、まあ皆さんもね、はい、花粉症対策を大事になさってください。はい、さあ、ということで、この番組のスポンサーですね、はい、はい、チャーシュー専門店チャーシュー力、あー、ごめんなさい、ブレイブさんからですね、はい、はい、ブレイブさん、エアコンの会社ですね、こちら町田を中心とした、はい、活動している会社です。はい、これからね、また春夏がやってきますのでね、うん、ぜひ、ご利用していただければと思います。はい、そして、同じくエアコン会社の株式会社ミノル、はい、こちら、あ、これは、ブレイブさんの恋の木のイメージキャラクターのチラシですね。はい、はい、でこちらが、株式会社ミノル、上の方に書いてますね。はい、はい、こちらは埼玉の、川口草加を中心に、うん、やられている、エアコンの、設備の会社です。はい、はい、よろしくお願いいたします。で、ミノルさんの方の、イメージキャラクターでリトル清原と、はい、そして K1 に出場、クラッシュなどに出場しているキックボクサーの寺島、光選手が、はい、イメージキャラクターを務めております。はい、はい、で、チャーシュー力さんのチャーシュー専門でチャーシュー力 CM があるんですけども、ここにも先ほどのリトル QR 登場しますので、はい、ぜひそちらも、楽しんでいただければと思います。はい、で、なおですね、新しいスポンサーがついてきました。で今回は、はい、ちょっと企業じゃないんですけども、はい、ひょんなきっかけで知り合った、はい、西口プロレス応援にもよく来ていただいてる、はい、爆音さんこと久保正武さんが、はい、このこの方おじさんですね、おじさんの、はい、美女じゃない方、じゃない方、おじさんの方ですね、はいはい、おじさんって、すいません、久保さん、失礼しましたね。まあいろいろちょっといじってくんでね、すいません、本当に面白い方でして、はい、いろんなこう趣味興味を持っていただいてる方なんですね。はい、で爆音さん情報によりますと、
ちょっとこれ写真とは全く違うんですけども、はい、あの連絡いただいたので、はい、読み上げますと、はい、爆音さんで、はい、爆音さんという名前で、はい、東京スポーツでカラー1ページで記事になったことあります、あるんですけど、これちょっと1ページに載る、はい、1面に載るってことは、はい、何かの、まあ、話題になったりニュースになったりしてる方なのかなと思って調べてみました、はい、爆音さん、はい、東京スポーツで調べたら一切出てきませんでした。出てこない。でもね、で、あの爆音さん何の記事になったんですかって言ったら、はい、あの東京スポーツ2000部購入 したんですよと。でその2000部どうされたんですかって言ったら、はい、あのいろんな人にあげちゃったっていうね、はい、ことで、そんな話も言ってくださいと、はい、2000部購入したことありますというのをね、はい、その情報を言ったところで何なんだろうなっていうのをちょっと思ったんですけどもまあそんな方だというのをちょっとまず理解していただきたいなっていうのと、はい、次読みますと、名古屋ドーム、はい、伝説のラガーマンで民放で特集され、はい、ヤフーニュースにも載ったことあります。これもちょっと調べたんですけども、特にこうあのラガーマンとか名古屋ドームとか、はい、あの何ですか、爆音さんとかで調べたんですけど、はい、特にこう見つかることがいや見つけることが自分の中でできなかっただけだと思ってますね、これはね、はい、ちょっと情報不足ですいません、はい、両国国技館、はい、伝説のラガーマンで、また同じなんですよね、はい、伝説のラガーマンっていうので、はい、NHK にも放送されました、でこれもちょっと調べたんですけど、はい、特にこう見つかることが見つけることができなかったら恋の木だけかもわかんないです、ちょっと情報不足ですいません、次の情報です。1年半で体重が40キログラム減量しましたと、これ言うんですか、はい、あのぜひお願いします、紹介してくださいということで、はい、だから元のビフォーアフターがちょっとないのでわかんないんですけども、はいはい、まあ、あのずっと写真を見てる限り、はい、美女との写真が多いんですよ、でこの美女たちとの情報が全くないんですけども、はい、例えばねこの方々がパーソナルトレーナーなんですとか言うんだったら、はい、あれですけど、はい、まあ、もしくは一緒に減量してる仲間なんですとか、うん、またその辺の情報はね、はい、爆音さんから聞きたいなと思いますけども、はい、まあ、爆音さん情報ちょっと長くなっちゃうと時間尺取っちゃうんでまたそこも難しいところなんで小出しにしていきたいなと、はい、でもう一つあります、はい、中日ドラゴンズ、じゃあ名古屋ドームとか中日ドラゴンズなんで多分、はい、中日ファンもしくは名古屋を、はい、が好きな方なのかなと思いますけども、はい、名古屋ドームの年間シーズンシートのネット裏を持っていますと、はい、いう情報を見ていただきました、はい、あ、これ見に行ってきたそうですよ、この間の、はい、サムライジャパンの、はい、名古屋ドームでのこの大会を見てきたっていうこともおっしゃってましたね、まあ、これはちょっと本当にテレビでもこういうの野球大好きなので、はい、見てましたけどね、はい、ちょっと羨ましかったです、はい、まあ、そんな新たな、企業ではないんですけど、爆音さんこと久保正剛さんが新しいスポンサーになってくれたということで、はい、実は本当に感謝いたします、はい、1年よろしくお願いいたします。さあ無事に紹介が終わったところで、はい、はい、チャーシュー力の CM、はい、どうぞ。明日健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。似てる？ん？あ、うまい。はい、ぶっちゃ固め。おお、まあ、いっか。迷わず並べ、食べればわかるさ、うまさに夢中。さあということで、僕も行ってみたいなと思います、はい、まず恋の木の西口プロレス情報から行ってみたいなと思います、はい、前回の西口プロレスは22周年記念大会でした。はい、それで、オープニングの、特別企画として、はい、恋の木も、今大会は登場しまして、西口プロレスメンバーが出演した CM が20年前の、は
が出てきまして、それをなんと公開しました。今日はちょっとあの時間の都合ではそれは紹介できないんですけども、また改めて後日ちょっと紹介できたなと思います、はい、その CM というのは自主制作映画のチャーシュー力さんの CM だったんですよ、はい、もう手作り感で、はい、もう本当にツッコミとこ満載のもうあのチープなあのね、チームだったら作ってくれた人にも申し訳ないんだけど、本当に時代と我々のこの作品のね、なんかそういう手作り感があるところがすごい面白いっていうところを会場で紹介しました。で、ですね、まあ、それはまた改めて、はい、あのこの番組でも紹介できたらと思います、はい、で、ハーフタイム次は、はい、あの西口プロレスリングガールズさんの撮影会があったんですけども、はいはい、その同日バースデーだった桐谷ルカちゃんに花束贈呈という恋の木が、務めたというので、ちなみにこのルカちゃんは真ん中のね、はいはい、恋の木が前のある六本木での仕事だったかなんか、はい、あのその時に実は出会ってて、そうなんですよ、もう本当に稀な子、知り合いがガールズになってくれたんだっていうので、はい、恋の木さん私ガールズになりましたっていうので、はい、あの本当元気よく報告してくれた子は、たまたまこの日の22周年で誕生日をドンピシャの誕生日だったみたいで、じゃあせっかくの応援で恋の木さんあなたも贈呈してあげてくださいっていうので、はい、贈呈担当をさせてもらいましたね。はい、で次、はい、はい、ガノマサヒロという、ね、後輩芸人、はい、長野マサヒロさんのモノマネなんですけども、はい、彼がなんと36歳の若さで引退を決意し、はい、この引退試合に最後の試合でアントニオ猪木さん胸を貸してくださいというので挑んで、はい、タイトルマッチを行いました、はい、で、レフリー長州小力、はいはい、あ本当だなんですけども、はい、まあ、そういう先輩方に囲まれて、はい、なんと猪木も先輩の意地を見せ、はい、やっぱりね、こう厳しい社会頑張ってこいよっていうので、うんうん、コマンジ固めという技で、はいはい、ギブアップ奪いました、はい、いいんだか悪いんだかですけど、ね、確かに、まあでもやっぱり先輩の胸ね、高い胸っていうので、うん、やっぱり立ち上がってあげた方がいいなっていうのと、そうですね、はい、いろいろあって、で、他のレスラーからも、はい、もう祝砲の技を食らうというあ、そんなすっごい逆にある意味お祝いのいい、はい、なんですかね、こう引退試合となって感動に包まれてましたね、うん、で最後はこうね、ありがとうございましたと頭を下げ、はい、そして次の写真で10カウントゴングですね。やっぱりここでしんみりと、でガノがまたいい お手紙スピーチを読んだんですよ、はあはあ、お母さんへの思いとか、はい、なんか仲間たちの思いとか熱い、はい、でところどころちょっとお母さんに対するとか、はい、仲間に対するなんか、はい、ぼやきやツッコミもあったりとかして、まあ、そういうところも面白かったですね。さすがです。一番の仲良かったタッグパートナーが、はい、何ポールダンスだかベリーダンスだか、はい、なんか、はい、そういうお仕事で、はい、男ですよ、はい、それでそっちの仕事を選ぶんかい俺のラストの舞台よっていうのでちょっと怒ってたっていうところが一番受けてましたね、うん、で次の写真が、はい、みんなで、胴上げというね、やっぱり写真でも伝わってきますよね。伝わりますね、みんなからの愛情をね、はい、先輩たちからね、はい、ということで、2022周年と引退試合は盛大に盛り上がったという大会でしたと、はいはいはい、で続きまして、もっとしろ台東区21、あ、これ集合写真ですね、ごめんなさい、写真あったのでまだね、はい、で、はい、これです。次、あ、ワクワク祭り、方南町ワクワク祭りにも出場してきました、はいはい、でこの間の告知できなかったんですけども、こんなお祭りの大会があって、はいはい、まあ盛大に盛り上がりました。で実は挑戦者の長州小力を迎えたんですけども、はいはい、こんな写真です。もう夜の屋外なんだけど、ちびっ子たちだらけで、もう大にぎわいなんですよ ね、 で、 すね、で、なんと、コリキにベルトを奪われたと。あ、なんと、なんですか、コリキは、この方南町、はい、杉並区の生まれの出身 で、 で、ね、地元のやっぱり声援を受け、やっぱり恋の毛がこう、ちょっとね、足元救われて負けてしまったというね、まあそんなこんなの、盛り上がりでして、はい、まあそれでもまあ本当に大会盛り上がったので、うんうん、はい、すごくまあ負けてしまったのは残念なんですけども、はい、また小力打倒小力に燃えたいなという思いで、実は今月の西口プロレスでリターンマッチ決定しております。まあエンディングの告知でもまた報告しますので、はい、ぜひお楽しみください。はい、はい、ということで、早速次が、あ、もっと知る台東区のコーナーですね、はい、これもどんどん行きます。はい、なんと、蔵前のこの、はい、隣町の、浅草橋の隣の蔵前にが一門最寄りかな、はい、駅、はいはい、マニッシュ、はい、じゃあ昆布の塩ラーメン専門店、はい、マニッシュっていうところに、これは恋の木がずっと実は、そうですね、専門店かどれだけ美味しいんだろうっていうのが気になって気になって、ようやくみんなを誘って行ってきました、はい、写真どうぞ。
まあ、写真を見るとね、チャーシュー力さんのラーメンとはまた全然違う、シンプルさ、全然違うって言ったら否定してるみたいな感じだけど、また対局のラーメンで、まあこれはこれでさあ味はどうなんだろうと思ってすすってみたんですけど、お二人も食べましたよね。食べました。じゃあ、お願いします。もうね、昆布ってつくぐらいなんで、本当にあの昆布の風味がすごい感じられて、すごいあのあっさりしてる感じなので、もう女性のお客さんも結構いて、もうスルッと食べられる感じでしたよね。そうですね。なんか私結構脂っこいものってお腹に溜まっちゃうというか、ちょっと最後まで食べれなかったりするんですけども、本当にここはあのあっさりしてて、もうサラサラっとスルッと入ってきて、なんか全部完食してからも、まだいけるなっていうぐらい軽くてすごい食べやすいラーメンでしたね。なんかね、見た目あっさりじゃないですか、はい、なんかあっさりでもすごいコクがあるというか、味のなんか見た目と味のこのバランス、この違いますね。そう、あっさりなのにこってりじゃないな、しっかりかな、深みがある、深みがあるっていうね。それがもう俺もスープ完食しちゃいまして、であとこの鶏肉がそうですね、またなんかヘルシーかなっていう、ですね、はあ、確かにチャーシューではなかったんですよね、これ、はい、はあ、だから本当にここはここで美味しくいただきましたね、はい、本当にシンプルイズベストだなっていう塩ラーメンでした、はい、でちなみにこういうのき本当にこってりが好きだったり、チャーシューリクさんみたいなね、はい、味噌ラーメン派なんですけど、はい、なんで塩ラーメン意識してかっていうと、はい、うちの妻が函館出身で、函館といったら塩ラーメンなんですよ。なるほど。なのでうちの妻が、はい、あ塩ラーメン食べたいみたいなこと突然たまに言い出すんで、はい、島漬け食べたいみたいな CM ありましたけどね、はい、でそれでたまに塩ラーメンを食べに行くんですけど、はいはい、あのいつかうちの妻もね、あの、うんうん、連れて行きたいなっていう思いはあるラーメンですね。はい、おすすめです。そうですね、はい、はい、じゃあ次ですね、はい、次が隣も、あ、これ写真撮ったんだね、みんなで、ね、はい、後ろ2人、はい、はい、アズーリモーニングの、はい、第2週今担当してもらってる、はい、花本みなみちゃん、真ん中の白い子が花本みなみちゃんで、はいはい、左のこっち、右側かな、はい、左側一番端っこの、子が、マスミナギちゃんですね。はい、なんかカーソルって言ったっけ、あの矢印カーソルですね、はい、カーソルがこうやって分かりやすくやってくれてんだけど、なんか虫が飛んでるからねあのカズレーザーのネタじゃないけどワイワイ飛んでるみたいな、あ、なんかそんな感じになってますけど、カーソル飛んでるみたいなこんなになってるのね、ドリフのコントみたいなね、すみません、ちょっと勝負まあそんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、で、この写真、はい、台東区ではないんですけども、うん、隣町に、はい、あの箕輪っていう駅があって、はい、これ箕輪橋、都電が走ってる、はい、駅目の前なんですけども、はい、荒川おでんっていうところを紹介していただきました。はい、ひょんなご縁で、はい、紹介していただいたのでご挨拶がてにちょっと行ってきたんですけども、はいはい、荒川おでんって何？何なの？思うじゃないですか、はい、はい、次の写真お願いします。これが荒川おでんっていうので、まあ、特に、うんうん、シンプルな普通のおでんなんですけども、はい、まあ、荒川区のこの伝統的なこの何ですかね、うんうん、だしを使って、はい、おでんが出てくるっていう感じなんですけども、うん、はい、メニューの中で気になるのが肉まんっていうのがあったんですよ、はい、肉まん、肉まん、肉まんって言ったらやっぱ思い浮かぶのが中華まんみたいな、ね、ですよね、はい、あれをドボンって入っちゃってるのかな、でもまあ、はい、はんぺんみたいな色に染まって、あ、美味しいかもしんないってイメージをして、うん、じゃあ肉まんくださいって言ったらこんなのが出てきました、はいはい、ちょっと写真はよく伝わりづらいんですけども、はい、この真ん中のこの切れた、切ってある、はいはい、これが肉まんですか、はい、そうなんです、荒川での肉まん、荒川おでんの肉まんこれなんですというので、これは何ですかって聞いたところによると、はい、次の写真お願いします。魚のすり身でできた、はい、はい、これが荒川おでんの肉まんっていうので、荒川区ではこれが当たり前だそうです、うん、あの揚げ物屋さんとかにも売ってますし、そうなんですね、魚のすり身とかまあ、タコとかもね、はい、入ってるのかな、はい、これね、っていうので、これはこれで揚げておでんの中に、まあ、揚げなくてもこのままでもいいんでしょうけど、おでんの中に入ってて、はい、それを楽しむ、まあ、子供のおやつにもなんか荒川の伝統のおやつでもあるみたいな、あ、まあ、もちろん ご飯のおかずでもいいですし、はい、さっきみたいにおでんにしてお酒のつまみも合うっていうので、ね、はい、はい、ちょっと新たな知らない世界 の、うんうんうん、荒川おでんというのを楽しんできましたね、はい、で気まぐれ屋さんというお店なんですけども、はいはい、その中で他にもメニューがあるんですけども、はい、これも人気メニューだそうで、書いてあるんですよ、人気メニュー、はい、
牛すじカレーっていうのがあって、じゃあせっかくだからこれもみんなでシェアしましょうかって、はい、これももう美味しかったですね。なんだろう、カレーってなん当たり外れないんだけども、うん、美味しいかもすごく美味しいかでしょ、うん、あ確かにそのすごく美味しいの部類でしたね、はい、あのお腹空いてる時に食べたいなみたいな、うん、いう思ったぐらいですね。なるほど、はい、おでんとかいろいろ食べちゃったから、はい、この時はちょっともう一口ぐらいでいいけども、はい、もっと食べたいって正直思いましたね、うんうんうん、はい、これも名物だそうです、決まってます、ね、はい、で次の写真、はい、これは次のまた別のお好み焼きミノワという店に行ってきました、はい、これも紹介で行ってきたんですけど、はい、これ何だと思います？これなんだろう、なんですかね、カンペンみたいな、はい、白いカマンベールアヒージョという、あこれを鉄板で焼いてってこう溶けてってそれを食べるという、ね、はい、アヒージョなんですね、アヒージョというね、はい、料理です。これも美味しかったですね、はい、で次が、はい、やっぱりお好み焼き屋さんなの で、ね、お好み焼きをオーダーしました。やっぱり荒川区も下町なのでこういうのが本当にあって、うん、まあ、もちろん台東区もお好み焼き有名なんですけども、はい、まあ基本、まあ、全国お好み焼き、全国では東京のお好み焼きって言ったらこんな感じですけども、はい、あの月島とかもね、はい、なんですけどやっぱりここはここで食べたら美味しいなっていうね、もんじゃ焼きも食べてました、はい、あ、これ明太子、いいね、こういうのき後乗せ派なんで、はいはい、あのもんじゃやってからこう後で明太子を味わいながら食べるっていう、はい、これもすごくやっぱり荒川区もこういう下町の味があるんだなっていうのはね、あの勉強になりましたので、ぜひ皆様もはい、行ってみてもらえたらと思います。はい、はい、ということで一通りやりましたけども、はい、はい、今年はこの放送は春の邦楽特集ということで、はいはい、音楽いきたいと思います、はい、森川美穂の教室というちょっと春らしい曲ですね、はい、どうぞ、はい、教室という曲ですけども、はい、まさかの退学ソング。そうですね、2学期からもう退学します、あの2学期からもう行きませんだっけ、なんかそんな歌詞でしたけども、はい、全然春でも何でもなかったっていうね、初夏の歌っていうので、はい、まあ、ちょっとツッコミどころあるなっていうのでちょっと紹介させてもらいました、はい、はい、森川美穂さんの教室でした、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということで次のコーナー行きたいと思います、はい、ね、あの体育トークとともに、はい、いろいろもっとほじくるものがあるだろうということで、はい、小井の木が、伊賀本里穂もっと城のコーナーというのをね、はい、設けました。ありがとうございます。さあ早速どんどん行きましょうかね、はい、はい、じゃあまずは写真からですか。写真じゃあ見てもらいましょう。お願いします、はい、さあ里穂、はい、とりあえず趣味とか特技は何だろうなっていう、はいはい、ことですけども、はい、まあ、まずこの写真出てきましたけど、この写真、まあ後の写真もいろいろ見てもらうと分かるんですけど、なんだろうな、ものづくりが結構、うんうん、あ、これ手作りってこと？全部、はい、手作りです。なんかあの盗んだ、あの、いや違います人から盗んだ、違いますよ、そんなことは一切しないです。これちゃんと自分で作ったやつを、あのマスク、今何を作ってたの？あのマスクの、うん、あの首かけからかける、もう一回戻してくる、一番、これですね、これ、あ、これを、あ、そうなんだ、手作り、自撮りが趣味なのかと思った。あ、違います作ったやつを、うんうん、あのちゃんと使ってますよ、全身で、こうやって使いますよっていう感じ、あれだけだとちょっと分かりづらいかなと思って。で、マスクもかけられてるってこと？はい、マスクをかける、あのチェーンっていうんですか、あれを自分で、あの手作りして、はい、で、これ後ろにもかけれますよってことだ。
こうやって、はい、手作りなんだね。手作りで、あのちゃんとフックもちゃんとつけて、その100均でビーズ買って、うん、糸通してやったりとか、あとは一番最初に出てきたあの折り紙あるじゃないですか、あれもなんかあのちっちゃめの5センチ四方の折り紙を、うん、なんかいろんなパーツを作って、このオレンジのやつだと72パーツだったかな、を組み合わせて、まあ、ユニット折り紙って言うんですけど、こういうのを作ったりとかするのが結構好きで、はい、これ何箱とかになってるじゃなく、こういう四角い やつで、まあ、真ん中にあれは穴が開いてて、うん、っていう、なんかそういう作り方をネットで調べて自分でこうやって器用だね。結構あの手先が器用、細かい作業が結構好きなんですよね。あとはその次のやつ見てもらうと、あのこういうペインティングだったりとか、絵の具で自分でデザインしてやったりとか、手書きなんで、手書きで全部、パソコンとかじゃなくても手書きで自分でやったりとか。これ元々の紙は黒ベースってこと？それとも真っ白、全部真っ白のやつを全部黒にしたんだね。デザインする過程で黒にした方がいいなと思って黒にしてっていう感じでやったりするのが結構好きですね。なんか、はい、クリスマスメッセージカードとかも得意なんじゃない？もしかしたら手書きで。はい、なんかでも絵がちょっと苦手で、そういう文字のデザインみたいなのが好きなんですよ。へえ、はい、こういうのだったら得意ですね。はい、あ、いろいろあるんだね。いろいろそうですよね。はい、なるほどね。絵のが趣味ですね、自分の、うん、はい、いいですね。なんか分かんないけど、俺らの企画の中でもなんかクリスマス、はい、もうクリスマスなんかもうちょっと終わっちゃったけど、はい、クリスマスメッセージカードこんなん作ってきましたっていうのもいつかやりたいね。なんかね、いい趣味ですね。はい、で、あとは、あとは、はい、で、ちなみに、はい、役者をやってるということですけども、はい、なぜ役者になろうっていう、この世界に入ったんですかっていう。もともとこの芸能のお仕事をやるきっかけになったのが、うんうん、なんかとある一枚の写真がありまして、うん、この写真をなんかあのコンテスト、写真のコンテストみたいなのがあって、それになんか送る、なんか友達が送ろうってなって一緒に送ったんですけど、なんかそのコンテストの過程でその主催者の関連のところからちょっとお電話いただきまして、うん、なんかその写真のコンテストを優勝すると賞金もらえますみたいな感じだったんですけど、なんかその芸能事務所が関連してたらしくて、うん、その芸能事務所からお電話いただいて、なんかお芝居やってみないみたいな感じで、いいっすよみたいな、でなんか飲みに来ないみたいな、でお芝居やってみるみたいな。でもなんかそれに近い感じはあります。なんかもともとなんかあの裏方の方の勉強をしてたんですよ。あの映画の裏方の勉強をしてて、まあそういう世界にはもともとなんだろう、興味があるというかはあったので。でもよく分かれるっていうじゃん、はい、いやもう自分は恥ずかしいから裏方が、はい、でもこういう世界が好きだけど裏方で皆さんを支えたいですっていう人と、はい、いやもう絶対あの表に立ちたいなっていうね、うん、なんかもともとその時期になんかちょっと裏方ちょっとなんか面白くないというかつまんなくなってきたなって思ってた、うん、なので時期で、でそういうチャンスをいただいたんで、うん、じゃあ挑戦してみるかということで、うん、あのお芝居の勉強をし始めてっていう感じで今に至るという感じでございます、うん、はい。でちなみにどんな役者さんになりたいとか、はい、あの例えばあの舞台とか映画とかいろいろあるけど、なんかそのこれといったなんか、うん、こういう人になりたい、なんかこういう役者になりたいっていう像は明確には今ないんですけど、うん、なんか人間像として誰かのきっかけになれるような人間になりたいっていうのがあって、うん、それをお芝居で体現できるような役者になりたいなっていうのは、うん、なんかもうずっとここ数年思ってますね、うん、で、あのその行く先はどこ目指してんの？まあ別にそこ目指してねえなんてことはないけど、はい、いろんな、はい、あの経験して舞台もやりたい、はい、映画もやりたい、はい、テレビも出たいみたいなあるんでしょうけど、はい、なんかこう一番重点を置きたいなっていう、自分が生かしたいなっていうのは、はい、はなんかそのメインじゃなくてもいいんですけど、もちろんその脇役みたいなところで、うん、その主役の方を支えられるような、なんかちょっと気になるなっていう役者さんとかいるじゃないですか、そういうポジションとかに自分が入れたらいいなっていうの。なんか助演とかが方が大事だって言うよね。そうですね。なんかあのとにかく主役はあのお客を集めるとか、
カリスマ性人気があるとか、はい、そういう人たちで助演の人たちが実力派っていう人たちが一番いいバランスともよく聞きますけども、はい、まあ、もちろん一流映画になるともう本当に人も呼べて、はい、演技も一流でみたいな人ももちろんいますけども、はいはいね、特に助演ってなんかそういう実力派なんて聞くけどね、うん、はい、やっぱりそっちの方が好きなんだね、じゃあね。そうですね、そういう方を見ちゃうですね自分が。だからこういう方になりたいな、こういうポジションになりたいなっていうのはすごい常々思ってますね。なんかいろいろ聞くといいもんだね、やっぱね。そうですね。と思いましたね。あんまり喋れないことは。うん、はい。いや、いいと思います、はい、本当に。ちょっといろいろとほじくれたなっていうのはありますけどね。はい。はいはい、またでも、違う、今度、はい、あの、リホーつつくから。わかりました、はい。またちょっと聞いてみたいなと。こういう実感が設けられたら、また、はい、そういうリホーのコーナーにしたいなと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ、音楽いきたいと思います。はい。キャンディーズ、はい、伝説のアイドルキャンディーズのあなたのイエスタデイです。どうぞ。さあ、ということで、あなたのイエス様をお伝えしましたけども、はい、なんと「優しい悪魔」というヒット曲、シングルのヒット曲の B 面ソングだったんですね、はい、これね。で、なんか大人になってこういうの、まあ、この曲知らなかったんですけども、はい、明るい元気な曲が多いキャンディーズだったんですけども、うん、はい、ちょっとこういうね、あの、やすなんか柔らかいというか、うん、ちょっとブルース調のなんか曲だったので、はい、ちょっと好きな一曲ということでリクエストさせていただきました。調べてみると、はい、なんと吉田拓郎さん作曲というので、そうですね、はい、はい、あのなんかすごくこうキャンディーズらしからぬ味が出てた一曲で、すごい大人になってからの好きな曲ということで、ね、はい、はい、紹介させていただきましたね。ちょうど春ということでね、はい、なんかすごくいい歌だなっていうので、はい、はい、キャンディーズ永遠のアイドルずっと好きでしたね。さあ次まして、今度は東こと東優香をもっと知ろうのコーナー。ありがとうございます。一緒にほじくってるよ ね、 そうですね、ここはね、はい、はい、はい、ということで、はい、まあ、じゃあ早速同じく聞くけども、まず趣味特技っていうのをね聞いてみよう ね、 そうですね。すごいよ、なんつうんだろう、俺だからすると不思議ちゃん、はい、のイメージがあるんですよ、はい、でもよく言われるんですよ、掴みどころがないというか。だからちょっとこうほじくってみたりするとすごくなんか、はい、あ、そんな一面あるんだっていうのが過去にもあったよね、なんかね、はい、はいはい、っていうのでちょっとその趣味特技を聞いてみたいと思います、はいはい、そしたらじゃあ私も写真を用意してきたので、はい、まずこちらご覧ください。はい、ちょっと絵描くのがすごい好きで、はい、あの、まあ、自分で想像して描くというよりは、はい、なんかもう原画があって、はい、模写ですね、模写になるのかな、をするのがすごい好きで、こういうアニャの
絵だったりとか、うん、これはあの何かのキャラクターなんですか？キャラクターの絵になりますね、はい、もうすごい流行ってた時期に、ね、はいはい、今も2期やってるんですけど、はい、1期の時にもめちゃくちゃハマってアーニャを描いたりとか、はい、あとは2枚目がこの方、前に私が推しっていう風に言ってた男の子なんですけど、はいはいはい、その子のライブ配信見ながら似顔絵描いたり、はい、あでもそれは面白いじゃないじゃん、これだけこういうでも想像してあの似顔絵を描くってなったらこういう感じのちょっとホワホワな、いや全然いいよね、全然なるのと T シャツとかしたらいいよね、はい、はい、できますね全然ありがとうございます、なんかこんな感じなのと、うん、あと、はい、こんな今プリキュアにハマってて、前回の作品のこの黄色の子がすごく好きで、はいはい、ちょっと最終回が2月にあったので、それが終わって寂しくなっちゃって、はい、画像を見返してたらちょっと描いてみようかなと思ってこうやってイラストを描いたりしてますね、はい、俺さそのプリキュアっていうのよくわかんないけど、はい、子供が見るアニメなんでしょ、はいはい、そうですね、それをやっぱり今でも見ちゃうんだ、もともともうプリキュアなんて子供が見るものと思って小学5年生ぐらいでもうやめてたんですけど、前作がすごいコンセプトが面白くて、なんかちょっと興味を引いたんですよ、はいはい、なんか3人のキャラクターが全部日本食、洋食、中華みたいな感じのもう分けられてて、衣装、プリキュアの衣装とかも和服だったりドレスだったりとかでチャイナ服だったり分けられてて、もう内容的にもすごい面白いなっていうので惹かれて見始めたら、もうどん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 引き込まれてっちゃって、もう大人でもすごい楽しめるアニメだなって改めて思いましたね。なんかウルトラマンとかウルトラマンセブンとかなんか好きだったんだけど、はい、子供の頃ね、はい、やっぱり大人になって、あそういえばこの怪獣懐かしいなってこうやって見直すと、子どもの頃はもう怪獣出てくるウルトラマンやっつけるとか、はい、そういうところしか見てなかったんだけど、はい、ストーリーが大人でも見れるんだなっていうのをすごい後で知る、はい、あこんなに素敵なストーリーを子ども心では覚えてないけど、大人でも見れるんだなっていうのすごい印象残ってます、はいはい、そうなんですよ、そういう感覚で多分そうですね、コナンもそうだもんね、コナンもそうですね、なんかもう当たり前のことなんだけど改めて見ると、うん、まあ、いただきますって大切な言葉ですっていうのをタイトルにしてたりとか、はいはい、なんかすごい感慨深くなるような、なんかいいママさんなりそうだね、確かにそういうところをあの持ち続けてほしいっていう感じで、そうですね、プリキュアにハマってイラストとかも描いたりしてましたね、はい、で器用だよね2人ともねで私がちょっと塗り絵が苦手なので、うん、あのこれ塗り絵じゃん、あそうなんです、結構雑になっちゃうなっちゃいがちなんですよ、大雑把で、なのでちょっとイラストだけ描いて色塗りとかを江本さんにお願いしたら、うん、いいかもしれない、ちょっと共同作業でなんかやりたいですね、はい、ね、あともう一つ趣味がこんな感じで、被写体を普段やってるんですけど、うん、写真に撮られることがすごく好きで、うん、いろいろあの知り合いのカメラマンさんとかにお願いして、うん、いろんなところに撮影して、いいじゃんかこれ後ろのぼかしも、そうです、これちょうどイルミネーションの時期で、はい、行ってきて、あと2枚目とかもこちらですね、シンプルですね、これスタジオ撮りしたの、スタジオ撮りで、うん、こちらも知り合いの方にお願いして、もともと宣材写真をお願いしてたんですけど、まあ、時間も余るだろうなと思ってて、ちょっと自分でもともと持ってるドレスを持ってきて一緒に写真を撮ってもらいましたね、メイクもいいじゃん、 ありがとうございますなんかそうですね、まだやっぱ趣味程度の撮影になっちゃうので、こんな感じでなんか広告とかにモデルとして出れたらいいなっていうのは思いますね、はい、これもなんかこんな感じでドレスのモデルとか、あと和服モデルもしてみたいなってずっと思ってて、ちょっといいじゃないですか、そうなんですよ、こういうあのね似合うと思う、なんか首も長そうだし、うん、うん、なんか首の長い人って和服が似合うってよく聞いたことあるから、はい、うん、すごく似合いそう、はい、なのでなんかこういう活動をいっぱいもっとしてきて、あのモデルのお仕事とかもできたらなって、あの、ね、思いますね、モデル何広告モデルやりたいっつったよね、はいはい、なんかやりたいとかもう断言してやる、やりたい、やりたい、やる、なんつうんだろう、やります、いつかやるだろうなって思うぐらい思ってると、本当になんか夢って叶う時あるから、
すごい念じていいんじゃないかなと思う、はい、なんか素敵な写真だし、はい、ありがとうございます、うん、これもいいよ、ちょっとアイドルっぽく撮ってもらったりとか、めちゃくちゃ可愛いな、気が出てますねしてもらって、なんかこれをちゃんと趣味だけにとどまらないで、ちゃんとお仕事としてやっていけたらなって思ってるますね、はい。カメラマン置いといて、ずっとこのすごい柔らかくて優しい顔つきのね、なんかそしたらずっと赤なんか笑顔だ、はい、今も笑顔だけどね、また写真と違うもんね、これ ね、 ね、顔ってね、印象が違ってきますからね、写真ね、なんか結構カメラマンさんに言われることが、シーンに合わせて結構表情が変わるので、うんうん、撮ってるのも楽しいって言ってくださることが多くて、そうなんです、カメラマンさんも楽しんでもらえるとなお嬉しいなって思いながら撮影をしてます、うん、なんかねテンポとか、うん、あるじゃない、ポーズをプッて決める、うんうん、決める、はい、なんか決めるとかそういうのがあると、うん、なんか本当写真のテンポがリズムが出てくるから撮りやすくなるらしい。そうですね。で、どうしような次のポーズ、今これ何決まってんの今みたいなと、じゃあ行きますよみたいになるとテンポが悪くなるから、うん、ね、本当にこの決めポーズのキレっていうのも大事みたいですよ。うん、はいはいはい。なるほど。はい。で、役者を目指してやってんだよね。あ、そうですね、うん。やってます。で、やっぱりなんでこの始めたの、こう役者を。始めたきっかけがもともと、まあ、習い事が人前でやることが多い、習い事が多くて、うん、ピアノだったりとか、うん、あとダンスをやってたりとかして、うん、そうですね、うん、してなんかもう発表会とかで人前で出て踊って披露して拍手をもらうっていうのがすごい好きで、うん、なんかこれを、まあ、大人になってもずっとこういう経験をしていきたいなっていうのがきっかけで、どん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 年を上がるにつれて、やっぱ舞台とか表舞台に立つお仕事がしたいなと思って役者を目指すようになりましたね、はい、でもそれが礎となってんだね、それピアノとかダンスですね、なるほどね、そうですね、で将来はどんな、将来は、うん、私はテレビではなくて今も舞台をやってるんですけど、うん、舞台で活躍できるような女優さんになりたいなと思ってて、やっぱ生身で見て感じるものってまた違うの、ね、うん、うでね、さっきも話したけどねいいんだよね、やめらんないんだよね、そうなんですこれ、ね、でやっぱりもうちっちゃい頃から一番最初に舞台に立ちたいなって思ったのがやっぱダンスの発表会で拍手をもらった時なので、もうお客さんからの拍手が何よりも大好きで、なんかこれをずっと続けて大きい舞台でも立ち続けて舞台女優をやっていきたいなって思いますね、はい、素晴らしいですね、素晴らしいです、うん、小さな頃からの経験がなんかそうですね、で、うん、出てきてるっていうか、だから一本筋があるんだよ、ありますね、うんうん、なので、ぜひ俺はそのモデル、うん、いつか小山さんやっとモデルのお仕事がこれ写真できましたっていうのを、うん、楽しみでしたね、はい、それもちょっとお知らせできるようになんかお父さんみたいな、なんか頑張っていきます、はい、ということで音楽いきたいと思います、はい、ヒズで、日本の人というね、曲です、はい、RC サクセーション今野清志郎さんと坂本冬美さん、うん、演歌歌手のね、はい、YMO の細野晴臣さんのユニットです、うん、どうぞ、はい、なじめつく
ということで、はい、エンディング告知のコーナーをしたいと思います。はい、なんかありますか？はい、と我々2人ですね、東と伊賀本ですね、はい、がアズリモーニング毎週水曜日、週替わりであのメンバー変わるんですけども、出演させていただいております。はい、私伊賀本がですね、今第4水曜日を担当させていただいておりまして、今度の3月22日に出演いたします。よろしくお願いします。はい、私が、今月は第1週で終わったのですが、来月から第3週を担当することになりまして、また入れ替わるんだね。そうですね、キャスト編成とかもありまして、第3週に移行することになりましたので、はい、ぜひそちらもチェックお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、恋の木からのお知らせです。はい、まず明日3月9日、東京浅草木馬亭、同じ台東区だね。はい、はい、小林屋さとしと凶暴な仲間たちに出演します。猫ひろし、調子こりき、そして2ビートのビート清さん、これ本物の清さん、でビート滝さんモノマネなんですけども、はい、まあ、そんなメンバーで、はい、出演いたします。はい、で、ベストボディジャパンプロレス、はい、東京新木場ファーストリング大会です。はい、同団体の谷口智和代表、はいはい、とのタッグで出場が決定いたしました。はい、はい、次は3月28日西口プロレス、新宿フェイス大会。はい、先ほど話した方南町大会の長州小力とのリターンマッチが決定しております。はい、本興行で小力と戦うのはなんと12年ぶりの試合ということで、いろんなとこでは戦ってはいるんですけど、はい、本興行この本拠地で戦うのが本当に12年ぶりの対決ということで、はい、もう12年前は動けたんですけども、今動けんのかというね、ちょっと自分たちが不安になってるというね、あの大会ですから、そういうところも見ていただければと思います。はい、はい、でラジオに出演しました。はい、はい、3月4日千葉スカイウェーブ FM に前田の海と桜井隼人のチェスト日本という番組に出演しました。はい、はい、でこちらもどうなんだろう、 YouTube とかアーカイブとかあるのか、ちょっとまた後日ちょっと調べておきます。はい、はい、情報不足ですいません。で YouTube 同じく、ルミ前田、前田ルミのアントニオ・クイノキさんに芸をお願いしちゃいました。はい、というのに、YouTube で上がっております。はい、はい、無茶振りされました。突然です。なんかやってくださいと打ち合わせなく、はい、カメラ回しますから、なんか芸を、ね、やってくださいみたいな。無茶振りも無茶振りです。まあ、そんなのがありました。はい、で次が、デイリースポーツですね。はい、これ先ほど話した22周年のガノの正弘、引退がですね、はい、ニュースになってました。うん、ぜひこちらもねご覧いただければと思います。はい、ヤフーニュースも、紹介されてましたね。はい、はい、ということで次が2月22日に鳥越アズレフェム、はい、我々3人が、はい、出演した2月8日配信のが、はい、乗っかってますので、はい、これバレンタインのトークをしたやつですね。はい、というのが、はい、主に、放送されてます。YouTube 上がってますので、はい、ぜひご覧ください。はい、ということで以上になります。はい、はい、一通り、来ましたけども、はい、今回バタバタだったけども、はいはい、またねこう2人のね、はい、もお話をまた聞くコーナーを設けてみたいなっていうのはちょっと正直な感想です。はいはいはい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとそれと皆さん花粉症にはぜひお気をつけて、はい、我々もそうなのね、本当ね。はいはいはい、はい、なのでね、コロナ花粉症対策しっかりということで、はい、それでは番組締めたいと思います。はい、朝から10時固めダーで締めたいと思います。はい、皆さんご唱和よろしくお願いいたします。いくぞ、朝から10時固めダー。どうもありがとうございました。健康診断だからあんま食えないんだよな。そうなんだ。はい、サソリね。中性脂肪かな。また肉体改造するかな。聞いてる？あ、うまい。はい、ブッチャー固め。おお、まあ、いっか。迷わず並べよ。食べれば分かるさ。うまさに夢中。